ローリングに対応。おめでとう、ブロンズおめでとうございます。やったー、おめでとうございます。この火力である。やったー。これブロンズもう余裕だね。ブロニ、ブロニス。やった。今下手したら一番強いんじゃないの。で、ほんでもないブランク完成しました。で、俺がローリング、ローリング、そう、ローリングよ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 、ローリング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 当たるまで、当たる、ずっとずっとローリング、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 ずっとローリングと、ずっとローリングが当たってる。あ、いいよ、最高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 、今のいい、寄られて無敵、いいっすよ。よかった。あ、なんでバーンアウトっていうシステムがあるんだ。すいません。いやいやいや、カプコンに言っときます。大丈夫です。あなたは悪くないです。いや、こんなに勝ってんだからすごいと思いますよ、むしろ。初心者で。アイアンだからっていうのも。いやけど、あれなんですよ。格ゲーって、初心者が本当に、はい、いろんな方が参入してもらって、初心者の方増えたんですけど、やっぱり、なんかの格ゲーやってる人みたいなのが多いんですよね。はい、確かに。だから、本当のガチ初心者って少ないんですよ、実際。はい、なんでそのアイアンとかでも初心者で勝つってのはすごいです。あ、いい、もういや形になってる、これは完全に。はい。いいっすよ。はい。これなんですよ。で、当たったら勝手にドスン。で、もう一回当たったら勝ち。はい、はい、これで、はい、これで勝ち。勝ったー。ローリングでゲージを増やして、増やしたゲージをこの中キックでこう放出する、はい、すごい、この流れですよ。完璧な流れになってます。どんどんゲージ増えてますよ。後のダメージにつながるんでね、ちゃんとね。よし、当たらないっすね。まずい。いや、この攻撃マジで超強いな。めっちゃ強いです。この攻撃だけで僕おすすめしたんです、正直。これさえできれば、これ下段で勝手にヒット確認してくれるんですよ、これ。すごい。そう、場所入れ替わるし、火力、しかもその前の攻撃も有利。今前に歩きました、はい、前そんな、そういうのやめましょう。前に歩かず、前に歩く必要ないですよ。なぜか相手が前に歩いてくるから。そうですよね。そうなんですよ。構えてましょ、はい、待ってれば相手が寄ってきます。こうやって寄ってきます。だから自分から寄る必要はないです。はい、蹴られちゃう。大きい、痛い。うわ、お上げ、お上げき、すごいですね。大丈夫ですけど、相手のゲージなくなったんで次のラウンド有利です。ほら、はい、相手はもうないんで。けどこっちはゲージをうまく使える。どっちが勝つかってのはもう分かりますよ。はい、頑張ります。やべえ。いや、いいと思うんですよ、いいと思うんですよ。大丈夫よ、まだね、まだね、大丈夫、大丈夫ですか、大丈夫、大丈夫だよ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 、大丈夫よ。指示で打って、指示で言うと、打って、め、打ってばいいの。どうなりましたか。痛み分けかな。引き分け、ドローズ。いや、いいよ、ドローになりましたね。誰もね。はい、打ちだ。あ、いい、そう。不利だなって思ったらそれを打つ。うん、それが大切ですね。はい。ね、大丈夫ね。ほら。もう怖くないでしょ、寄られても。はい、大丈夫です。ね、大丈夫ですね。そう、いいよ。はい、はい、はい、ドッスンと。あ、いい、そこさあ。あれ、あ、やばい、ジャンプが上手だ。あ、ナイス、いいっすね。めっちゃいい。もうこれブロンズ、もう次勝ったらブロンズじゃない。すぐ上がれそうですね。やった、勝率すごいよ。確かに勝率
めちゃめちゃ勝率出てる、多分これ。いや、めちゃめちゃ勝率出てるよ。もう教えのおかげです。あの、止まってよ。あ、まだ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 食べれるな、まだ食べれる。ピクルス、ピクルス行こう。ピクルス多め。はい、ピクルス。ピクルス多め行きましょう。あ、これ超減ります。はい、まずいですね、これちょっと。痛いよー。あー。急いで急いで。そういうこと。最後は最後は。おお、よくできないけど、はい、そう、どこへ、今の読み合いなんですよ。ローリングに対、おめでとう、ブロンズおめでとうございます。やったー、おめでとうございます。ブロンズありがとうございます。やったー、いいよ。で、相手の選択肢にまずはこっちが一方的に押し付けるんですよ、はい、で、ローリングだけで勝てるんだったら OK なんですよ。で、それに対応するやつに対してあの投げを打ちに行くんですよ。いいよ。そうなんですよ、気づいてきましたね、ローリングの深さを。ローリングの深さ気づいてきましたね。気づいてきました。そうなんですよ、脂っこくね、口がなった時にね、ピクルスを食うと相手も、はい、そう、きました。わあ、もうカンペリア、ピクルスって例えて伝わりやすいですか？あ、わかりやすいです。あ、ありがとうございます。うまい。やっぱ相手も、いや、もうこの火力である。やったー、うえー、超勝ってる。え、ただもうこれブロンズもう余裕だね。ブロニ、はい、ブロニス。やったー。一瞬でブロニス。なりました。ちょっと一回手止めてもらっていいですか、ちょっとさ、スタートボタンで。はい。ちょっと一回ちょっと冷静になりましょう。今。はい、そうですね。今ちょっと今、僕たち支えてます。そういうのやめましょう、一回。ここは一回冷静にいきます。あ、あ。支えて思っている。はい。はい。冷静に。冷静にいきましょう。まず、状況ちょっと把握を しよう。はい。どのくらいのランクなんでしたっけ、その対戦の3人、はい、他の3人の方って、シルバーとブロンズでしたっけ。シルバーとブロンズ、あ、けど戦ったと思います。そうですね、本当に多分初心者って、はい、でソフィアさんだけとかですよね、おそらく。そうですね、あ、けどもうね、脱却したと思います。やった、もう結構大丈夫。あ、ゴールド行く人とかも出てきちゃう。まあ、けどゴールド、多分俺これシルバーは多分余裕で上がると思う。これ、はい、なるほど。このペースはもうめちゃめちゃ余裕で上がると思います。はい。やっぱゴールド行く。あ、今もうゴールドの人がいいの？ゴールド一歩手前。あ、知る。偽装みたいな方が。なるほど。けどね、正直全然大丈夫だと思います。はい。いよいよ、おい、何それ、何ですかね。え、すごいじゃん。はい、あ、ちょちょ、エッセイあるよ、エッセイあるよ、エッセイでいいよ、もうね、忘れよう、あのコンボ忘れよう、もう、はい、まずい。そう、新しいこと増えると、え、誰それ、どうしたの、どうしたの、どうしたの、どうした、誰、誰が教わったのそれ。うん、おい、よかった。え、上がった。もうブロンズはもう通過点や。来たよ、地獄、これ地獄タイムだ。もう落としちゃいました。いやー、これやっぱ、これやっぱガードどうしているかだな。ガードいるかな。ガードいるんだろうな。あー、ガードですか。そうなんです。ガードけど、ガードちょっと、もっと負けたらガード教えます。はい、もっと負けたらガード、そう。はい。今は勝てるところだけ進みましょう。うん、で、ナイスコンボ？これをして。ナイスコンボ？もう一回？もう一回？もう一回で終わり？もう一回？もう一回やったら終わり？もう一回、はい。もう一回やったら？もう一回、どっかで？どっかでやってれば？もう
もう一回どっかで当てれば、もう一回どっかで当てれば勝ち。大丈夫よ。あ、もう打てない、もう打てない。もう打てない、もう打てない。あ、もうきつい。うん。ローリング、ローリング忘れないで。ローリング、ローリング、すぐ、すぐローリング、すぐローリングよ。すぐローリング、すぐローリング。すぐ通る、ローリング、ローリング、ローリング、ずっとローリング、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 ローリング。こう、寄らせない、寄らせない。当たらないからだいぶ、焦らず、ローリング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 と、ローリングと。ローリング、打ちたかったけど、ずっと、あ、いいよ、いいよ、ローリング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 、そう、ローリング、ローリング、寄ってくるから、寄ってくるから、ローリング。はい。エセ、エセ、エセ、ローリング、ローリング、ローリングで終わり、ローリングで終わり、ローリングで終わり。はい。ローリングでなかった。いいっすね。はい。いいよ、勝ってるよ、勝ってるよ。勝ってました。よかった。ちゅう感じです、今日は。じゃあ、はい、もういや、もう正直この短い間で超強くなったと思います。ありがとうございます。めちゃめちゃ強くなれた、感謝です。あ、違うか、水曜とか、はい、にあのまた多分みんなと合流できるのかなと思ってるんで、はい、その時またちょっとお願いします。はい、お願いします。はい、引き続き、はい、頑張ってください。はい、頑張ります。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。それでは失礼します。お疲れ様です。はい、強くなったんちゃうか。かなり強くなったんじゃないですか。それこそけどね、俺これ始める前、それこそ我がチームの店舗、ソビネ、さすがにきついんじゃないかなと思ってました。だって、周りがさ、シルバーとかさ、そのもうやってる中でさ、その過去にこもう早田にコーチング受けてるとかある中で、ガチ初めてみたいな。人なわけじゃん。いや、これさすがに結構きついんじゃないかなと思ったんですけど、今下手したら一番強いんじゃないの？で、他の情報わかんないからあれなんだけど、少なくとも、ランク一番高いでしょ。ゴールだよ。とんでもない、ブランク完成しましたよ。で、俺が、配信教えて終わった時に、多分3000ぐらいで終わったんだけど、次の日に、俺、見たのよ。CFA の。CM、ただ、なんか6000とかなってて、もうなんかめっちゃ増えてんなーって思って、またちょっとなってからパッて見たら9000ぐらいあって、だから配信やってたから配信見たら9000ぐらいあって、あれみたいな。どういうことと思って。そんなにみたいな。今1万超えてる。やば！超増えてんだけど。ねえ。その1万1500だよ。これもういい？放置？放置でいいのこれ。俺が今力を使うところもここじゃない。もはやもう、やっぱ俺の土台作りが綺麗だったのかな、これ。基礎のね、基礎のコンクリ、相当固まってたよね。